いや、ハリパブラ。いや、どうやらよ、うん、日本一決定戦ってあったじゃん、ザ・ファイナル、うん、非常にいい試合だった、うん、みんな頑張ったと思う。まあうちのね、テンゴッドさんも頑張った、まあみかんさんももちろん頑張った、フチさんもアマテラスさんもあとなんかいっぱい頑張った、うん、そんな中で一人の人が今めっちゃ叩かれてると。なぜなんだ。まあ叩かれてる人はまあフチさんだ、優勝者のフチさんだ。何を叩かれてるかと、彼は無課金を名乗っている。ずっと無課金で一回も課金したことないと名乗っているにもかかわらず、課金をしたと、そういうね意見が多数寄せられてる。いや、どうなんだそれは。一つ一つ解決してこう。課金をしたというのは多分それは違くて、彼は大会で勝ったり、いろんなほら賞金付きの大会で勝った時にそれを入れただけであって、自分の身銭を入れてないという、身銭を切ったわけじゃないというね、それはどうなんだと。それはね、まあ無課金、まあ若干のグレーかもしれんが、まあ無課金であると言っても過言ではないんじゃないかな。うん、どう思う？だってさ、あの大会で勝った賞金でもらったわけでしょ。まあ今回もさ、優勝のなんだっけ、副賞として10万エメラルド、もはや無課金というかもう廃課金者に近いんだけども、うん、まあさ、まあただ身銭を切ってないっていう意味では無課金っていうものの本質としては無課金なんじゃないかなと俺は思うんだよね。だからその他の大会で賞金付きな大会で勝ってそれをゲームに投資してるだけなので、彼は自分で働いたお金を使っているわけじゃないので、これは無課金として成立するんじゃないかなと俺は思います。まあ結局はさ、みかんさんとフチさんが戦った時にもうみかんさんが人気がすごいから、それでなんかイラついてなんかそう人のさ足引っ張るようなことを言うだけなんじゃないのって俺はちょっと思っちゃったんだよね。でさ、まあドズルさんも言ってたけどさ、なんだ、強い人は勝つのではなく勝った者が強いのだと、うん、まあそれでいいんじゃね。うん、でまあさ、勝った人に対してはさ素直に称賛してあげたいし、そのこれからねこの ロングドン行くわけじゃないですか、うん、それでねしっかりとねそこでね、まあ結果を残せるか残せないかは別として、もう一生懸命ね日本代表として頑張っていただきたいなと思います。皆さんどうですか？そんなに叩く必要ないと思うでしょ、うん、そもそもさ、あの大会モードって無課金と課金さ、そうか別に関係なくね、ウルトラレアの枚数ぐらいだよね。まあ無課金でもさ、大会とかさ、まあグラチャレとかでさ、まあ全部持ってる人なんてさいくらでもいるわけなんだから、別にその無課金じゃないのにって叩くってなんかすごい幼稚な気がして俺はならない。まあというわけでね、フチさんには頑張っていただきたい。でさ、昨日さよくみんなねやってた、みんな出してた動画、なんかあの大会でクローンがねめっちゃ強いって。例えばさ、ラバスケバレクローンとか、まあね、あとまあゴレダクネスクローンとか、もうほんとねちょっとねみんなねそう安易にやりすぎなんじゃないかなと思いました。はい、で今日やっていくデッキはこちらのデッキ。やっていこう。とりあえずねこれねめっちゃ強いから、まあ立ち回り難しいんだけども、ちょっとやっていきたいと思います。はい、やりましょう。ボン！よ、さあ敵は安定の格下。格下泣いてる。かわいそうだね。まあかわいそうだけどもな、まあしゃあないからね、こればっかりはしゃあない。どうしようかな。ダックネとりあえず出して、ダックネ出し、おっと、そういう感じ。だってこれはちょっとね、ちょっとガゴうざい。ガゴ、ちょ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 、なしなし、今のなし。ちょっと待って待って、それなしだろ、それなしだろ。ちょっとやめろやめろそういうの、本当にフリーズって本当嫌だよね。とりあえず一回貯めましょう、これで。これ様子見て貯めましょうか。敵フリーズ使ったから結構ないんじゃないかって疑惑が、疑惑あるよね。めっちゃ刺さってるけど、これ。めっちゃランバー刺さったけど、これ。泣いてる。めっちゃ刺さった、このカウンター。でもフリーズって危ないですからね。その4コストさ、ユニット止めるだけだから、なんだろ、その辺ちょっとポイズンのが優秀なのかなと思うんですけれども、攻撃に関しては強いけど、やっぱりその分がね、止めたものが一気にこう、ズバンといくわけです。おーちょー、これは無理じゃねえか、これはちょっと無理ゲーじゃないかっていう説あるけど、まあまあまあ、一本ぐらい落とされるぐらいはちょうどいいでしょ、一本ぐらい落とされるぐらいはちょうどいいわ。全然大丈夫。エリポンはやめろ。エリポンはね、やっちゃダメって言われてるからね、この業界ね。うん。これちょっとね、右から攻撃していきたいと思います。どうしようかな。これとりあえずうざいから潰そう。うざいやつは潰すってね。
とりあえずどうしようか。今度ほら、泣き煽りね。これがね、有名なね、泣き煽りというやつです。皆さん覚えておいてください。さあ、こっから出していくか、それともアイス、おー、すごいな。すごいな。敵はすごい。待って、矢の雨、そうか。使っちゃまずかった、使っちゃまずかった。ちょ、待て。よし、なんとか。なんとか、ダグネのコウモリで。よし、オッケー。すべてオッケーだ。これ出てくんじゃない、あれ。ホグ出てきそうじゃない。よし。あ、そっち系か。ちょっと守んないとまずいな、これ。落とされるぞ、これ。なるほど。いや、無視。無視しつつ、こっち行きましょう。よし、いいぞ。よし、いいぞ。もうとりあえずクローン使ってないけど。ここでクローン発動。容赦どうだ、これ。ゴレクローンの強さ、このゴリ押し。ゴリ押しやばいよね。もう無視だ、こんなの。とりあえず無視して、キング落としに行きましょう。待って。これだ、マジでゴレクローン強くない？今絶対負けると思ったわ。ゴレクローンの強さがね、今半端じゃないと思うんですよね。ボン！よし、行くぞ。さあ、ここからだ。さあ、ここで、まあ、所定リポンありがたいですね。やっぱね、所定リポンないとちょっときついですからね。溜まりつつ、なんだ、敵は何の敵だ？オスカードさん。なるほどね。これ、なんか、あれっぽいな。これ系か。これ、とりあえずメガゴで対応させていただいて、メガゴからの、いや、ちょっときついぞ。ちょっとね、このね、エリポン潰すのやめてほしいね。エリポン潰されるとね、ちょっとね、悲しくなってくるから、どうしようかな。敵の動きを見ましょうか。よし。右から来るのね。さあ、ここからダクネ出しつつ、もう一回エリポンを立てたいですね。なるほど。ちょっとこれ難しいな。どうしようかな。とりあえず、とりあえずこういう感じで、あれしてから、待て、これはまずい。まあ、全然大丈夫でしょう。ね、レベルマックス。もう無視でしょ。こんなん無視でしょ。とりあえず、頑張れ。おー、よし、オッケー。とりあえずこっち側にエリポンを逃がしつつ、もうね、右側落とされるでしょ、きっと。もう捨てよ。右側捨てつつ、左から行こうか。結構うざいな。右側多分ホークかなんか流してくるでしょ、この人。あ、こういう感じ？そういう感じで来る。なるほど。これね。よし。守りきれ。ちょっと、あれがいなくなった。あれがいなくなったぞ。待って、オッケー。まあ、いいでしょ。待って、エリポンがさ、すぐなくなる。ところ OK。もう、右はね、捨てだから、とりあえず行きましょう。さあ、2倍タイム。こっからですよ。こっからこのデッキの強さ。キングまで取られない程度で、なんだっけ、行きたいと思います。ちょっと待って、なんか流したいけど。すごいな、すごい猛攻できた。すごい猛攻だな。どうしようかな。ちょ、まずいよ、これ。まずいよ。とりあえずクローンかけよう、こっち。守りきれ。守りきったら勝ちだ、これ。待て、これ。ちょっと捨てすぎ事件っていうのがね、発動したから。もう一回行きましょう。捨てすぎは難しいよ、このうちさんのデッキ。マジでね、守りづらい。本当に。最高2勝1敗でなんかさ、終わり良ければ全てよしみたいな形で終わりたいよね、やっぱね。さあ、エリポンから立てていきましょうか。エリポン真ん中事件簿。さあ、佐藤、来んなよ。ああ、来た。待って。なるほど。まあ、イーブンでしょ。これはね、エリポンが立てづらいな。どうしようかな。様子を見つつ出していこうかな。で、これあんまり様子見ると、結構ゴリ押しゲーじゃねえかなと思うんだけど。どうこれ。結構ゴリ押しゲーなんじゃないかと思うんだけども。敵のね、様子をちょっと見たいですね。飛び道具とかもさ、だってあれ、ポイズンとか一回使わせないといけないじゃん。持ってたらね。やべ。これ赤いよ。これ赤。あー、ちょっと逆だった。逆に歩かせなかったな。実際逆だよね。これ矢の雨でワンパン系だから、これ。はい、矢の雨ワンパン。はい。これで、
どうしよう、どうしようかな、ここから。どうしようかな。とりあえず一体ずつ処理させていただいて。よしよしよし、いいぞ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 。いいぞいいぞいいぞ。こっからだ、こっから。すべてはこっからだ。一回ね、待ちましょう、これ。よしよしよし。ちょっとずつ、ちょっとずつ行こう。ちょっとずつ行こう。多分すぐね、敵はね、あれしてくんでしょう。どうせ。来た来た来た。来たよ来たよ。さあ、こっから。よし、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。ゴブリン倒せ。ゴブリンの攻撃を食らう前に倒すんだ。オッケー。倒したこれ。倒せるかな？オッケー。待って。あぶねえ。ロケット持ってんのか。ちょっと出しづらいな。もうポンプはもう捨てましょう。ポンプは出しませんもん。ロケットの逆サイ版から行くから、ロケットじゃねえ、迫撃の。迫撃の逆サイから行きたいけど、5秒、あと5秒ね。オッケー。よしよしよし。悪くないぞ。決して悪くない。決して悪くない。このアーチャーうざい、アーチャーうざい。アーチャーちょっと巻き込んで、巻き込んでいただいて、よしよしよし、いいぞいいぞ。いいぞいいぞ、いい感じ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 。いい感じ。あ、待って待って。そういうロケットの有効な使い方あんのね。これを後ろからまた出しちゃう。どうせまた迫撃出てくるから、出しちゃう。オッケー。よし、こっからだ。こっから。ちょいちょい行きたいな、ちょいちょい行きたい。ランバー次出しちゃおうか。ランバーからの、多分ね、結構敵はね、もう結構きついと思うんだよね、今ね。はいはいはい、なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー、全然オッケー。全然オッケーでしょ。全然オッケーでしょ、これ。はい、出しちゃおう、もう。クローン。じゃあ、丸太やめろ、丸太やめろ。あ、これはえぐい、これはえぐい、これえぐいけど、防衛するね、敵ね。防衛してくるじゃん、これ。待て待て待て、オッケー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 。これ力で押す、力で押していくゲーム。さあ、クラッシュロワイヤル、ゴリ押しゲーム。待て待て待て、これはまずい。これまずいぞ。よしよし。このね、アーチャーワンパンは、ちょっとね、申し訳ない。申し訳ないけど、しゃあないね、これね。アーチャーワンパンゲートのあるから、さあさあさあ、こっから？こっから守んの？よし来い！よし来い！よし来い！これ来たでしょ、これ実際。もう守れないでしょ、これ。さすがに。さすがに守れない。オッケー。なんかね、アーチャーレベル12って、ね。やなめげね、うん。はい、というわけで、こちらのですね、フチさんが優勝したですね、このね、最後の3クラウンドね、優勝デッキでございます。はい。これね、なんだろうね、やっぱね、なんかそのさ、相手のデッキとの相性ってのは絶対的にこれあるんだよ、このデッキは。うん。バトルマシンがレベル14にアップグレードしました。まあ、あるんだけども、かなりね、ほんと、これをさ、最後の試合に持ってきたフチさんっていうのは、本当に勇気があって、なんだろう、デッキとの勝負だから、まず。もうデッキが相性ってあるじゃん。だから、すごいね。本当に勝ったんだろうね。そういうさ、読み合いが、デッキの読み合いがすごかったなと思う。皆さん、本当ね、素直にフチさんを応援してあげたいと、本当思いませんか？本当に。応援してあげましょう。はい。ロンドン、これから12月ですね。楽しみです。はい。フチさん、アマテラスさん、頑張ってください。応援しております。これだけでクロンがですね、すげえ強いと思ったらですね、こちらからチャンネル登録、あと高評価ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとこちらはですね、昨日ですね、みかん坊やさんを救いたいっていう動画と、あとなんか出しておきますので、まだ見てなかったらですね、ぜひとも面白いのでご覧ください。というわけで今日はですね、フチさんの件に関してお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。